日本がアメリカにリニア新幹線の導入を売り込むことなどを目的に、日米財界の首脳らがリニア新幹線を試乗しました。NTT の澤田純会長をはじめとする日米財界人会議の関係者およそ30人は、JR 東海が開発を進めるリニア中央新幹線に試乗しました。最高速度311マイル、時速500キロをおよそ8分間体験して、車体が浮上して走行する超電導リニアの技術を体感していました。JR 東海はリニア新幹線をアメリカに導入する計画を進めていて、日本の財界としてもアメリカへの売り込みを後押しした形です。揺れもそんなに、なんて言うんでしょう、思ったほど感じないですし、とても快適な。で、もう終わっちゃうのという感じました。